ハイン・リヒ2世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ボルフェン・ビュッテル公。多くの戦争に身を投じたことで知られる。ボルフェン・ビュッテル公、ハイン・リヒ1世と、ヒカタリーナ・フォン・ポン・メルンボルガスとの次男として生まれた。1514年に、父が戦死すると同時に、行位を継ぎ、すぐに、ヒルデスハイム司教徒の紛争をはじめ、おじのカレンベルク公営リヒ1世と共に戦ったが、 1519年に、同族のリューネブルク公、ハイン・リヒ一世が、ヒルデスハイム司教に味方し、ゾルタンノの,のの戦いで敵に敗れた。しかし1523年、ハイン・リヒ二世は、司教領から多くの領土を奪い取ることができた。1525年、ドイツ農民戦争に参加し、1528年には、神聖ローマ皇帝カール五世のフランス、 イタリア遠征に加わった。当初はプロテスタンティズムに同情的でアウクスブルク、信仰告白の一部を支持してもいたが、カトリックに止まっていた。しかしその後、プロテスタント派のザクセン選定公国と戦争を始め、同族が治めるカレンベルク公領が、プロテスタント両方になった時にはこれに強く反対、した。1541年、ハインリヒ2世は、 同じく反プロテスタントを口実としてプロテスタント派の都市ゴスラーを攻撃した。翌1542年にプロテスタントのシュマルカルデン同盟に属するザクセン、先帝公、ヨハンフリードリヒトヘッセンホーハクフィリップがゴスラーを助けるためにハインリヒ二世に戦いを挑み、ボルフェンビュッテル公領はザクセンヘッセン連合軍によって占領されてしまった。ハインリヒ世はやむなく、 バイエルン公国に亡命した。1546年、ハインリヒ2世は、カール5世の支援を受けて、軍勢をかき集め、どうにか、ボルフェンビュッテル広領の支配権を取り戻した。しかしすぐに、ヘッセン軍に捕まって、捕われのみとなり、1547年になって、カール5世の助けを借りて、自由のみとなり、福井した。1550年、マンスフェルト博ホルラートが、 ボルフェンビュッテルを占領すると、今度は皇帝領のメッツに逃亡した。マンスフェルトはすぐにボルフェンビュッテルを追われたため、間もなく復権した。1553年、ハインリヒ2世は、ザクセン先帝公モーリッツと同盟し、ボルフェンビュッテルを攻撃してきた、ブランデンブルククルムバッハ編脅迫、アルブレヒト・アルキビアデスと戦争を始めた。この戦争は、 ジーフェルスハウゼンの戦いにおいて最も激しくなり、モーリッツ及びハイン・リヒ2世の上の息子2人がこの戦いで戦死したが、ハイン・リヒ2世は生き残り、破れたアルブレヒとアルキビアデスは1554年に国外追放になった。晩年、唯一生き残っていたバッシ、ユリウスの影響でプロテスタントに回収し、1568年に死んだ。1515 15年。 ビュルテンベルクメンペルガルト博、ハインリヒの娘マリアと最初の結婚をし、8人の子供を設けた。アンドレアス・カタリーナ、ブランデンブルク・キュストリン・ヘン・キョウ博・ヨハンと結婚、マリー・ガンデルスハイムの女子修道院長、カール・ビクター・ジー・フェルスハウゼンの戦いで戦死、フィリップ・マグヌス・ジー・フェルスハウゼンの戦いで戦死、ユリウス・クララ、ブラウン・シュバイク・グルベン・ハーゲン・コー、フィリップ・ニセイと結婚、 マルガレーテ1561年、ミュンスターベルクイコールエールスウォヤケヤンス、ポジェブラトと結婚1556年、ポーランド王、ジグムンと一世の娘ゾフィアと再婚したが、ゾフィアとの間に子供はなかった。他には、エーハフォントロッテという愛称がおり、10人の子供を産ませている。ありがとうございます。